HKT48 渡辺通り1丁目 FM 窓か窓かの窓から総集編プレイバックマンデー、森安まどかです。高島由衣です。あなたがお聞きの放送局は FM 福岡、そしてここからの時間は HKT48 渡辺通り1丁目 FM まどか、まどかのまどからをお送りしていきます。さあジンナ、はい、4回目の登場ということでね。はい、ねえ、ね、前回はね今年の4月に4月来てくれたんですけど、今日も可愛いですか？うん、いやもちろんもちろん、はい、いい感じなに出来上がりました。いい感じな今日もね、そんなジーナとお送りしていくわけですが、はい、最初のメッセージを早速読んでいきたいと思います。はい、渡辺さんネーム富吉推しの声優っちーさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。このメッセージが読まれる頃は博多座始まっているでしょうか？うん、明治座は行けなかったので楽しみに見に行きます。富吉がじゃんけん予選突破で泣きそうですというメッセージね、おめでとうございます。はい、はい、ありがとうございます。博多座、そう博多座ですよ。そうなんですよ、追加メンバーに選んで、ね、おめでとう。そうありがとうございます。そう、前回の明治座のメンバーにプラスして高島由衣ちゃんと秋吉由加ちゃんがね、はい、メンバーとして博多座に立っているわけですけれども、はい、どうですか、楽しいですか？そうですね、なんか初めての演技なので、レッスンの時にもともと滑舌が悪くて、なんか結構みんなにメンバーとかにもなんかちょっと聞き取りにくいとか言われたから、それからネットで滑舌が良くなる方法っていうのを調べて、えらいそれでなんか舌の筋肉を鍛えるといいっていうのが書いてあって、だからそれを毎日お風呂入ってる時とかにトレーニングしてます。えらい、すごい努力家。いや違うんです、でも本当に滑舌が悪いから、しかも今だってもう滑舌っていうのがいい。そうなそう、ちょっと本当に滑舌があまりよろしくなくてだからそう一生懸命そっかそうやってるんですけど、ジーナはあれなんだよね、石田三成役なんだよね。はい、そうまさかの男役っていう、男役オーディションで受かった時は、鏡とかの印象がちょっと総選挙で強くなったから、だからもしかしたらその鏡とかを使ってやるのかなとか想像してたんですけど、そうだよね、全く関係なく全然男役だったね。もう全然なんかもうなんか綺麗とか言ったりとか、そうだよね、そうすごい男してて、でも声がすごい、あんな声どっから出してるんだろうと思うぐらい、そう声がすごいね、すごいなんかお腹から出してって言われて、ちゃんと男の声しててすごいな、ちょっと宝塚さんの DVD とか見てえすごいよ、なるほどね。そうです、じゃあその努力のね賜物ということですね。はい、F 窓総集編 HKT48 渡辺通り1丁目 F 窓か窓かの窓から、高島由衣がお送りしています。あ、森ママこちらにお願いします。どうもどうも。さて月曜日はこちらのコーナー、森ママの聞いて差し上げてもよろしいですよ。芸能生活37年の森ママが番組リスナーである渡辺さんのあなたの相談を聞いて差し上げるコーナーです。森ママよ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。だいぶ印象が変わりましたね。ねえ久しぶり、お久しぶり、久しぶりですね。はい、今回はどんなお悩みが届いてるんですか？はい、まず渡辺さんネームジーナ神吉のゆうたろうさんからいただきました。お、よかったね。はい、いただきました。選抜総選挙で全国に見つかる前からジーナ神吉です。秋の学園祭で思い切ってバンドに挑戦することになり、夏休みに入ってから毎日練習しています。しかし僕は人前で目立つことをしたことがほとんどなく、また女子に免疫がないため女子の前だと絶対に緊張してしまいます。学園祭は他校の知らない女子がたくさん集まります。どうすれば緊張せずに演奏しきれるでしょうか、っていうお悩みが来てるんですけれども、小木ママさん、小木ママさんじゃなくて森ママさん、あ、森ママさんナチュラルに間違えた、あ、ナチュラルに間違えましたボケではなく、ボケではなく、はい、申し訳ございませんね。どうでしょう、
このお悩み。やっぱりこれはもう自分がスターになったつもりでさ、やらないとダメだと思う。そうですね。もう別人だと思う。そういう経験あるでしょ、ジーナも。はい、ありますね。ジーナも緊張した時誰と思ってるんだっけ。アンジーナ・ジョリーだよね。はい、アンジェリーナ・ジョリーだよね。アンジェリーナ・ジョリー、そうそう、アンジーナと思ってるんだもんね。そう、自分はアンジーナだと思って。そうそう、もうそんぐらいの覚悟でやらなきゃダメだよ。ダメですか。はい、もう自分はもうエアロスミスだと思ってからも引かなきゃ。エアロスミス、そうそうそう、わかりました。はい、じゃあ解決できたんですかね。頑張って芸能人になったつもりで、はい、解決。次来てます。渡辺さんネーム夏マドラーさんからいただきました。はい、はい、私は今月で35歳になる男性なんですが、うん、悲しいことにまだ独身で彼女すらいません。職場は男性ばかりで女性もいないため出会いがないんです。うん、休日は男友達と遊んでばかり。こんな場合どうすればいいのか、よければアドバイスお願いします。休日は男友達と遊んでばかりっていうところをね、やめた方がいいね。あー、そうですね、確かに。ここからそこから改善していこう。うん、だって女性の友達が一人もいないってわけではないと思う。うん、そうですよね。うん、だからもうね、身近なところから頑張っていかなきゃ、はい、自分から変わっていかなきゃダメよ。ファイト。はい、じゃあ3個目のいきます。渡辺さんネーム僕ヨッシーさんからいただきました。僕は最近ダイエットを頑張っています。うん、女性はよく食べる人が好きと言いますが、うん、細くてマッチョが好きという人もいます。うん、よく食べると太ってしまいますよ。おかしなことを言ってないで太っていても良いのか、スリムでないとダメなのか、はっきりしてほしいのです。お二人の意見をお聞かせくださいということですけど、これはね、どうですかね。正直スリムな人だよね。そうですよね、私もそうです。うん、まあぶっちゃけそうでしょ。うん、ぶっちゃけ、まあ、イケメンできればできればイケメンあのね、そうですよね、あれなんだよね、そのよく食べる人が好きっていう話あんまり聞いたことないんだけど。私そうです。よく食べる人が好き。はい、めっちゃ好きです。よくわかんない、それなんか可愛い、かわいい。なんかバクバク目の前で食べてると、うん、あ、なんか美味しそうだな、かわいいなと思います。そうなんだ、ね、でもできれば、うん、まあそんだけ食べても太らない人がいいですね。でも私ね、うん、幼稚園の頃ね、うん、石ちゃんさんと結婚したかったの。そう、理想のタイプ石ちゃんさんだった。なんでです。なんで、わかんないね。でも結構大きいじゃないですか。はい、大きいですよね。結構ガタイはよろしい方よろしいんですけど、うん、そこが良かったの。へー、それこそ可愛いんで。あ、やっぱ可愛い。そうそう、確かにバクバク食べますしね。そうそうそう。へー、だからまあいろんな人がいるからさ。そうですね、いろんなニーズにお答えするよということで。はい、うん、いいんじゃないですか。そうですね、はい、じゃあニーズでお答えします。はい、分かってる意味あんまり分かってないですニーズってあんまり分かってないです。はい、じゃあ次いきます。はい、渡辺さんネーム嫁さん神吉さんからいただきました。はい、森ママ聞いてください。何。先日とても悲しげなことがあったのです。あら。7月26日は、うん、僕が嫁さんと同じぐらいをしている森安まどかちゃんの誕生日だったので、はい、マドラー仲間みんなでバースデーカードを送る計画を実行しました。おー。その後大阪のターさんと私の2人でその計画の報告メールを F マドに投稿したところ、うん、そのことが8月3日の放送で取り上げられたのです。お、よかったじゃん。はい、でもバッテンが草、バッテンが草、バッテンが草、なぜか言うと思う。うさんくささが増す。全然全然。バッテンが草、なぜか読み上げられた渡辺さんネームは、うん、大阪のターさんとゆずパパさんでした。あら。僕が送ったメールがしっかり届いていなかったのでしょうか。それとも僕の渡辺さんネームが埋もれてしまったのでしょうか。過去切実来ておりますけれども、いや、これはね、あの、本当に申し訳ないです。間違えたんですかね。ディレクターさんの間違いです。あ、ディレクターさんの間違いです。はい、はい、もう完璧にね、はい、ディレクターさんのせいということで、以後気をつけます。気をつけてください、ディレクターさんも。はい、はい、F マド総集編、森安まどかと小路奈結衣がお送りしている HKT48 渡辺通り1丁目 FM まどか、まどかのまどから、あっという間にエンディングです。早いですね。ねー、早かった、うん、ジーナね、この1個前のコーナーでは、はい、ねー、大変だったんじゃない。大変でした ね、 ね、怖かった。結構な迫力でしたね。結構な迫力だったの、うん、あ、でもさ、ジーナのあのメッセージ読みも聞いてたけど、うん、はい、結構な迫力だったよ。いや、本当ですか。いや、初めてかなんか分かんないんですけど、うんうん、なんかメール
読むの難しいなって難しいよね、わかる、うん、感じました、ね、でもね次のメッセージさ、うん、なんかすごいジーナにぴったりだなと思ったからジーナに読んでほしいな。あ、もちろんです。じゃあ読ませていただきますよ。渡辺さんネーム佐久間戸で悩み中のあゆとぅんさんからいただきました、はい、ありがとうございます。え、初メールバイ生き生きさ、すごい突然やけど私は劇場公演に2回しか行ったことがないっちゃん。あら、ちなみに2回ともチーム警報公演やったよ、やったよ博多弁地元だよ、ね、地元です、地元でもちろん。でその時にいつも思っとるっちゃけど、うん、ファンの方はメンバーのみんなに覚えてもらうために、うん、どんな格好や話し方をしているのかが気になるっちゃん、うん、私は一応女の子なので、うんうん、覚えてもらうためにいろんなことができると思うと、うん、思うと思うと例えば髪型とかネイルとかやね。お二人はどんなファンの方だったら覚えやすいと思いますか？ぜひ教えてください。PS、慣れ慣れしく博多弁ごめんなさい。これも覚えてもらえる一つの方法かも。ああ、なるほどね、うん。そういうことね。うん、まあ、この人の気持ちもわかります。わかる？博多弁でね、覚えてもらおうって。使いたくなっちゃうよね、やっぱり博多弁。うん。本当面白い。なかなかちょっと噛んでしまう。思うと思う思うと思うと思うとどっちか分かんなくなっちゃった。本当面白いよジーナ。でもはい、なんだろうね。うーん、でも、うん、私のファンの人で結構印象に残ってるのが、うんうん、虎の被り物をしてる人が、虎の被り物、虎マスクじゃないけど、うん、それタイガーマスク、タイガーマスクみたいなのをして、うん、公演に来たりとか握手会に来たりとか。公演に来てるの？来てます来てます。だって踊っててさ、うん、タイガーマスクが見てるんでしょ。そうなんですよ。え、どういう気持ちなの？どう、でもあんまりこう目線が合ってるのかもよくわかんない。そうだよね、見えてるのかな、見えてるかわかんないんですよ。そもそもでもまあその人は印象に残りますね、やっぱり。そりゃそうだよね、うん、あ、なるほどね、うん、そういうのがいいのかな。他には女の子とかだったらやっぱりコスプレとかかな、うん、あ、そうですね、ちょっと難易度高いけど、うん、確かに、うん、コスプレとか衣装をさ自分で、ああ、12秒の衣装作ってみたとか、うん、メロンジュースの衣装とか結構多いよ ね、結構その人は印象に残って、そうそうそう、覚えやすいかな、うん、やっぱ見た目ですね、やっぱり外見は重要だよ、うん、ね、はい、頑張ってください。はい、F 窓ではあなたからのメッセージや森ママの聞いて差し上げてもよろしいですわよで聞いて差し上げる相談をお待ちしています。遠慮なくご相談くださってよろしいですわよ。はい、メールアドレスは、はい、hkt48@fkoka.jp、はい、HKT 数字の4と8 @fkoka.jp です。 F 窓総集編プレイバックチューズデイ、2代目 FM 福岡ダジャレクイーンの森安まどかです。今日はポケットに鏡が入らなかったので持ってきてない小島優衣です。あなたがお聞きの放送局は FM 福岡、そしてここからの時間は HKT48 渡辺通り1丁目 FM まどか、まどかのまどからをお送りしていきます。はい、今日は鏡持ってきてないんだ。そうなんですよ、残念だ。そう、ポケットに入らなくて、ね、しかもそのポケットっていうのがいつもジーナしてるんですよ、プライベートの時に。あのトトロの首掛けみたいなやつなんですけどそう、なんかトトロのポーチみたいのを、うん、お母さんにプレゼントで、うんうんうん、大事にしてるんだよね。そう、だからお守り代わりで。そう、お守り大きくない？そうなんです。でも、うん、この中に太宰府天満宮の開運のお守りを入れてて面白いね、本当に。それもお守り、ダブルお守り、なるほど、お守りインお守りってことね。そうです、だからパワーが、あ、なるほど、そういうことか。あ、別々にしちゃうとやっぱりそう弱まっちゃうから。あ、強いんだ、最強ですね。めっちゃおしゃれな格好してるんですよ、いつもめっちゃ可愛い格好してるのに、トトロみたいなそこ行っちゃうみたいなすごい、お守りなので今日も頑張っていきましょう。はい、メッセージは渡辺さんネームヒッシーさんからいただいています。はい、ジーナ毎朝ゴーゴゴジーナ投稿してくれてありがとう。もちろんこんばんジーナも読んでいますよ。ナルジーナの推しメンはジーナですよね、知ってます。うん、自分を除いたメンバーでジーナの推しメンはまどかさんということですが、まどかさんのどんなところが好きですか？本当ですかこれ？いや、私マドラーなんですよ。嘘だ、だって絶対違うと思います。なんでですか？ジーナの中での推しメンの割合は、うん、ジーナが9割で私1ぐらい絶対そうですねさすが。でも本当にそういうところが好き。まどかさん本当に
クールビューティーに見えて、うん、ちょっとお茶目なところがあって、お茶目って言い方いや本当お茶目なところがあって、 いやファンの人も知らないと思うんですよ。いやそうだね、うん、まあ多分このラジオ聞いてる人は知ってるかもしれないんですけど、うんうん、テレビだけで見た人とかはあまりお茶目なところ知らないから、お茶目なところを広げていきたい、うん、広げていきたい。あと面白 いやあとスタイルの良さ。スタイルはさ、うん、ジーナでしょ。いや私もなかなかいいんですけどなかなかいいんですけど、まどかさんも本当に良くて。本当に。でも私にないところがあるんですよね、一つ。何？胸があるなんか3週間前ぐらいに話題になりましたよね。海が来た時もそういう話したんだよ。あ、そうなんですか、うん、そう本当に私グラビアとか最近出させていただいてるんですけど、うん、ジーナはなくてもスタイルがいいから大丈夫だよって、うん、結構傷つくんですけど、うん、でも私のファンの人はやっぱそこを見てなくて。あ、そういうことね。重要視してないんだ。そう、顔とスタイルを見てるらしいんですよ。だからジーナは何もしなくていいからって。なるほどね、うん。でもまどかさんは全てが揃ってるから、うん、揃ってる揃ってるから面白すぎ。だからいいなって思います。ありがたいですね、そう言ってくれて、うん、写真集出るからさ今度。そうなんですよ、ね、そう見てね。サインください。サイン入りのやつ。サイン入りのやつサイン入りのやつ渡すね、ジーナ。じゃあ一番最初に渡す。やったー。ちょっとごめんなさい皆さん本当に面白い。 F 窓総集編。 HKT48 渡辺通り1丁目 FM まどかまどかのまどから森安まどかと小島由依がお送りしています。さて火曜日はこちらのコーナー、まどかのダジャレクラブ。イエーイ。私たち HKT48 のメンバーがひたすらダジャレを繰り出してダジャレを楽しむコーナーです。はい。今週の一ネタはストームさんからいただきました、うん、夏をテーマに俺の考えたダジャレ。夏が懐かしい、鈴の音色を聞くと涼しい。No. 冴えてる俺だってまあ、まあ、ちょっとねちょっとナルシスト臭がしますけれども。そうですね、同じ匂いがね。今週のお題はですね、渡辺さんネームコナンドリルさんからいただきました、はい、お題は家電でお願いします。家電。僕のダジャレも披露しておきます。正直な掃除機。おー、なるほどね。結構好きですねこういうの。いいですね。私結構考えてきて。え、考えてきたの？そう、ちょっとメモしてきたんですよ。いっちゃいます？もう最高に今回自信あるんですよいやだってもうずっとニヤニヤしてる自信あるんですよそう、あるんですよじゃあ、まあ、3、2、1、0、ドン。冷蔵庫にゼリー入れておこ。あ、間違ったもう一回行こうか。はい、もう一回行きましょう。何も聞いてなかった。はい、何もないです、うん、はい、今の何も。ワンテイク、はい、はい、行きます。3、2、1、0、どうぞ。冷凍庫にゼリーを入れとおこ。あ、入れとこうみたいなね。冷凍庫に。冷凍庫にゼリーを入れとおこう。そう。あ、なるほどね。冷蔵庫ではない。ではないです。冷蔵庫って言ってないよ、ね。言ってない。それはもう何もなかったですよね。うん。確かになかなかレベル高いですね。そうですよ。ねえ、どうしようかな。どうします？じゃあコンパクトダジャレ。はい。はい、3、2、1、0、発射。電話に電話。なるほど。なるほどね。そういう。それいいですね。スピード感ね。あ、じゃあ、これ言います。はい、行きますか。はい、3、2、1、0、ボン。俺を使って掃除してクリーナー。あー、掃除してクリーナー。クリーナー。あ、すごい。これはなんかなかなかハイレベルじゃないんだ。レベル高い。そう。はい、行きます。はい。3、2、1、0。ラジカセで出まかせ。ラジカセで出まかせ深く突っ込まないでね、全然受け流してもらって。どういうことでしょう。ラジカセでちょっと出まかせが流れてるみたいな。あー、まあ流れないでしょうね流れないですかね。流れないです。流れないよね、うん、やっぱ現実性がね。そう、なんか ね私が求めてるのはやっぱり、うん、現実味がないダジャレなんだよね。なるほどね。そうそうそう、夢。そう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 、夢ダジャレって呼ぼう。夢ダジャレ。そうそう、なるほどなるほど。夢ダジャレって楽しみにじゃあこれにしようかな。いきます。3、2、1、0。このドライヤーでドナイヤー。
どないやどないや、あーすごい、どうでございましょう、どないやどないやどないや、これはなんかもうジーナに乾杯してるよ今。わすごいよ、今日は2代目様に。そうだよね、3代目もうそろそろ締め、3代目3代目ジナソウル本当だ、3代目ジナソウルジナソウルシスターズか、そっかそっか、そうなりますね、面白すぎ、ジーガールズジーガールズそうですね、はい、お願いしますじゃあもうあと1個ずつぐらい出して終わりますか、はい、そうですね、はい、3、2、1、0、ファックスを打つ、フォックス、フォックスってわかる、わかんないです、キツネ、あーわかる、打たないですだから夢って言ってるじゃんあ、夢か、そう夢だ、あ確かに、まあ夢は夢はあるでしょ、うん、夢ありますね、そう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 、確かに、うん、オッケー、そういうこと、なるほどなるほど、うん、あ、これ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 最高です、はい、3、2、1、0、ランプ交換してくれて電球ベリマッチなんでちょいちょい英語挟んでくるのなんか英語が思いついちゃって、え、ランプを交換してくれて電球ベリマッチ、あ、で電球ベリマッチ、センキューベリマッチ、電球ベリマッチ、電球ベリマッチ、電球ベリマッチ、ちょっと良すぎた、滑舌良すぎたみたいなね、そうですね、そうそうそう、 なるほど、なかなか日常でも使えるんじゃないかなと、なんかジーナのね、そのソウルが伝わった、伝わりました、あ、よかった、ジナソウルシスターズ、ジナソウルシスターズF窓総集編、森安まどかと高次奈由衣がお送りしている HKT48 渡辺通り1丁目 FM まどか、まどかのまどから、あっという間にもうエンディングです、早い早いね、うん、ジナソウル、ジナソウルシスターズですね、ハマっちゃったよ私、いや本当に楽しかったですね、流星でもかければよかった ね、本当ですね、かけますあ、流星といえばさ、これめっちゃ流れいいわ、このエンディングのメッセージさ、マイペースな流れ星さんからいただいてるんですけど、何じゃこのミラクル、先日 AKB48 のコンサートで8月25日に48グループ大運動会の開催がサプライズ発表されましたね、はい、会場が東京ドーム、しかも今回は入場無料の公開観覧だそうですね、失礼ながら僕の頭の中にはまどかちゃんの運動能力抜群というイメージは皆無なのですが、うん、お二人の運動会でのエピソードなんかあれば教えてください、続いて、はい、渡辺さんネーム森星人さんからもいただいています、はい、先日第1回 AKB48 グループ対抗大運動会が決まりましたね、メンバーについては選抜とのことですが、おそらくまーちゃんは選ばれるのでしょうね、うん、運動が苦手と認識していますが、得意な競技、苦手な競技はありますか、という質問です、はい、なるほど、運動会について、運動会か、うん、これまだなんか詳細は聞いてないんですけれども、うん、はい、多分チーム対抗らしいんですけど、はい、なんか運動会のエピソードありますか？運動会はでも結構走るのが得意で、あ、早いんだ、そう、小学生の頃とか結構アンカー任せられたりとか、あ、そうなの、そう、結構走るの好きだったんです、すごい、 50m 何秒？んー、でも8秒ぐらいでした、早い、女の子にしては早いよね、そう、早くて、でなんか1回かけっこの時に、うん、運動会のかけっこで、うん、途中で2人ぐらいの時に靴が脱げちゃったの、うん、うわ靴脱げたと思って、うん、4人ぐらいに追い抜かされて、うん、どうする、うわーどうしようどうしようと思って履いて、うん、バーッと走ったら、うん、2位に戻りました、すごいね、それ普通にすごい人じゃん、今多分落ちてたと思うんですけど、すごいよ、その時はなんかすごいなって自分でも思う、得意なんだ、そう、なんかあんまりチーの運動するっていうイメージがないから、そう、あんまり、でも結構昔から外にいる子で色も焦げてて、焦げてるっていうか焼けてるんだ、焼けててあのあだ名がガングロ卵ちゃんでした、うん、ガングロ卵ちゃんの時代あったの、もう本当に真っ黒で、うん、今じゃ白い方だもんね、今ちょっと結構白くなったんですけど、うん、そうだったんだ、うん、言われてました、すごい、なんかちょっと意外なエピソードだね、そう、まどかさんはね、まどかさんは、うん、不得意そうですすっごいド直球に不得意ですよ、不得意ですか、そうですよ、 50m12 秒ですよ、うん、12秒、そう、12秒ですよ、 うまい、なんか得意になったのが1回ね、1位取ったのが長縄の回し手の時に1回1位取ったんですよ、私、長縄の回し手、はい、長縄ってあるじゃん、あ、長縄、はい、なるほど、長縄回すのめっちゃ得意なの、得意そう、得意そうってどういうこと確かにいつも自分から縄を回しに行く人っているじゃないですか、はい、そのタイプです、そのタイプですよね、もちろんそうです率先して積極的にあげます。そうなんですね、はい、でも確かに優勝しそう、それは。
F 窓総集編プレイバックウェンズデイ、森安まどかです。小島由依です。あなたがお聞きの放送局は FM 福岡、そしてここからの時間は HKT48 渡辺通り1丁目 FM まどか、まどかのまどからをお送りしていきます。さあジーナ、はい、どうですか？時間が経つのが早いです。ですね、うん。早速メッセージの方を紹介していきたいと思います。はい、渡辺さんネームビリー・ジョー・アームストロングさんからいただきました。はい、初めてメールします。6月末から7月にかけては HKT 尽くしで幸せでした。横アリのコンサート、スペースワールドのイベント、握手会に行ってきましたよ。横アリでの G マドによるディア J、 衝撃的でしたね、うん。今後も G マドでの楽曲期待しています。そしてスペースワールドのバスツアーイベントはやばすぎましたね。まどかちゃんがジェットコースターのタイタンに向かっている時のテンションのガタ落ち具合がすごかったです。ちびまる子ちゃんのズーンって落ち込んでいる絵そのものでした。まどかちゃんのファンで紙芝居を見ましたが、ここでは F モドの時のようなテンションで生き生きしていましたね。最後に握手会でジーナに、聞きづらいけど博多座のオーディションはどうなったのかなと聞いたら、うん、まだやってないけど死ぬ気で頑張るからねと、うん、泣きそうな顔でギュッと握り返してくれました。落ちちゃったのかなって思っていましたが、今思えばギュッと握り返してくれたのが追加メンバー合格したよって合図だったんですね。ジーナの熱い思いが伝わりましたというメッセージをいただいています。はい、ありがとうございます。そして渡辺さんネームロンアルさんからいただきました。はい、横アリでオイラの念願が叶えました。かっこ涙。それはまどかちゃんとジーナのユニットです。わ、 F モドのタイトルコールの時にまどかちゃんとのユニゾン似合うのはどのメンバーかなーと思いながら聞いていたところ、うん、これはと思ったのがジーナだったからです。そんな思いがあったので会場では身震いしました。うん、クールでかっこよくて綺麗で AKB グループでも屈指のユニットになる予感がします。まさに美のツインタワーと呼ばれるのではないでしょうか、ということです。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいですね。すごいさ、お二方がすごいまとめて書いてくださっているんですけど、本当、うん、最初のメールにあったあのジェットコースターの話、あ、そうなんですよ。これね、実はねタイタンに向かっている時じゃなくて、あの乗った後のことなんですよね。はい、タイタンはやばかったですよね。うんうんうん、あのすごかったよ。え、乗った乗った？タイタンってなんかめっちゃ速い、長い方、長いやつですよね。乗りました乗りました。やばかったです。私もあれ本当にやばくて、ね、絶叫系苦手の方、乗れるやつと乗れないやつがあって、タイタンは結構やばめでした。長かったじゃん。長くてなんか耳元で12秒流してくれてるんですよ、うん、音を楽しんでジェットコースター乗ろうみたいな感じなんですけど、うん、全く聞こえなかったです。いや本当に聞こえなかったです。全く耳に入ってこない。本当にあれはやばかったですね。ちびまる子ちゃんなりますよ。ちびまる子ちゃんね。ね、なり、ちびまどかちゃん。うまい。うまい。ありがとうございます。ちびジーナちゃん。ありがとうございます。ね、握手会でジーナにね、博多座のオーディションのこと聞いたということですけれども。はい、そうだよね、言えなかったんだもんね。そう、言えなくて、まだメンバーが出てない時に、うんうん、その他のメンバーがググタスとかに、うん、今日博多座の稽古してましたって書いてたから、うんうんうん、ああそうだよね。それで、あ、ジーナは博多座出ないのかなみたいな書いてあったから、うん、あ、これバレないようにしなきゃと思って、うん、あのメールに、うん、嘘で、うん、スカイツリー見に行ってましたなんでよりによってスカイツリーやろなんかスカイツリーがポッと頭に浮かん で、ね、スカイツリー見に行ってきましたって言ったら、うん、握手会とかでスカイツリーのことすごい惹かれるんですよどうだったスカイツリー。そう、いやもうすごい、もう下から見上げるのがもう本当にすごかったとか、もう下デタラメの情報ばかりそう言ってて、はあ、そういうことね。そう、それでバレないようにしてました。行ったことあるの？ないですちなみにない。ちなみにないです。ぜひね、今度行けたらいいですね。はい、本当に行きたいなと思ってます面白い。そしてね、あのメールにもありましたけどね、はい、ジーナと私のね、そうユニットをさせていただいたんですよ。そうなんですよ、2人でね。そう、マドラーの私からしたらもう、いやいやいや、聞いた時はね、びっくりしました。ね、嬉しかったよね、うん、嬉しくたって、すごい、うん、初めてだったからジーナとのユニットは。そう、うん、すごい緊張したんですけど、すごいね、握手会とかでもすごい今でも言われる。あ、私も言われますね。好評だったから嬉しいですね、うん、またいつかやれたらいいなって思ってますね。え、うん、やれたらいいですよ。はい、ぜひね、なんかやってほしい曲とかあったらリクエストお待ちしていますので、はい、お願いします。教えてください、はい、いろいろ。 F 窓総集編
HKT48 渡辺通り1丁目 FM 窓か窓かの窓から、マリアス窓かと高次奈由衣がお送りしています。さて水曜日はこちらのコーナー、渡辺さんからの挑戦。 F 窓のリスナー渡辺さんからいただいたクイズや謎々をもとに、私たち HKT48 のメンバーがその謎を徹底的に究明していくコーナーです。はい。見た目はアイドル、頭脳は大人、その名は名探偵窓か。いいね、名探偵まどかさんが出てきました。そうなんですよ。でも最近ちょっと不調なんですよね。あら、そうなんですか。ゲストの方にもよく先に問題を解かれるっていう。あら、最近多いんで。じゃあ私も名探偵ジーナに名探偵ジーナ、はい、になって頑張ります。そうだね、はい、今回はですね、渡辺さんネームハボちゃんさんからいただいています。はい、問題、てれんてれん。HKT48 のメンバー全員でお揃いのマグカップを買うことにしました。はい。いろいろと種類のあるマグカップの中で蓋がついたマグカップがいいとダダをこねたメンバーがいます。それは誰でしょう。ん？マグカップを買うことにしました。マグカップを買うことにしました。いろいろ種類があったのに、うん、蓋がついたやつがいいって。難しくない？なぜでしょう。どういうこと。メンバー全員でマグカップってさ、思い浮かべたらすごいよね。気持ち悪いですね。結構気持ち悪い仲良しすぎ。うん、どういうこと。マグカップ、マグカップ、マグカップ、蓋がついた、蓋付き、多分わかんないけど、荒牧美咲ちゃん、二つ木が入ってるから。お、やった。え、当たった。え、やった。不調だったのに最近。荒牧美咲、おお、正解は蓋がついたマグカップ、つまり蓋付き、蓋付き、木が2つということで、名前に2つ木がついている荒牧美咲ちゃんです。なるほどね。難しかったですかという。難しいよ。最初ね、私植木かと思ったよ。植木さん、うん、植木も名前にさ漢字だけど木が2つ入ってるなと思って、植木だと思ってた最初。え、すごい、全然わかんなかった。嘘。はい、そういうの無理だわ。そういうの無理だわえ、すごいですね。爆笑ね。これさ、考える人がすごいと思う。考える人がどうやって作るんだろうね。すごい、すごい感動で。マグカップはあまり関係がなかった、関係なかったですね。ちゃんと落ち着きまで絵まで描いたのに。まあすっきりしたところで、はい、次の曲に行きたいんですけれども、次の曲はね、私たち2人ともね参加させていただいている、はい、AKB48 のニューシングルの中のカップリングになっている曲なんですよね、はい、うん、ネクストガールズとして歌わせていただいています、はい、皆さんのおかげで参加できる曲なんでね、はい、ありがたいですよね、はい、なんかさ、あれだったよね、この MV 撮影の時さ、立ち位置が近かったんですよ、ジーナと。あ、そうなんですよ ね、うん、集合写真の時も隣にいたからね。そうなんですよ、背中合わせになってたりとか、ね、なってたね。そう、なでてそこが美しいっていうのすごいいろんな人に言われました。結構ね、セクシーボンバーな感じのものになっているので、はい、そちらの方もぜひチェックしてみてください。はい、F 窓総集編。森安まどかと高次奈由衣がお送りしている HKT48 渡辺通り1丁目 FM まどか、まどかのまどから。あっという間にエンディングでーす。はい。本当に早いですね。早いですね。いつものことながら。はい。今回は、最後のメッセージ。渡辺さんネームつかたんさんにいただいています。はい、いつもリスモウェーブで聞いています。ありがとうございます。ありがとうございます。ここで質問ですが、 HKT のメンバーさんは千葉県を知っていますか。知ってくれていたら嬉しいです。これだけ
千葉県を知ってますよ。知ってますよね。もちろん知ってますよ。私たちはどこの人かと思ってるのかしら。いやでもね、これ先々週ぐらいからなんか地理弱い問題みたいな感じになってて、HKT メンバーが、私もなんだけどね、うん、地理がとっても苦手なんですよ。あ、私もすごい苦手です。地理苦手です。地図だけは本当に無理で、私もよくわかんないです。あの北海道、青森、うん、秋田から下わかんないです。あと、あ、そう、あ、そんな感じ。そう、そこら辺が。千葉はわかるんですよね。千葉はわかります、うん、でもなんか東京ディズニーランドが千葉県にあるっていうのを、不思議だよね。知らなかったですね。なんでだろうね。めっちゃ不思議なんだけど、すごい私もいつも不思議に思うんですよね、うん、ね、うん、まあまあいいんでしょうけど、そうそうそう、はい、ディズニーランドがあったり、落花生が有名でしょ。あー、確かに。あとなんだろう、この方が住んでいるところが千葉県野田市、はい、らしいんですよ、はいはい、で野田市っていうのは醤油が有名らしいよ。そうって言ってた。そうなんだ。醤油、醤油聞いたことないですよね。ね、醤油ね、醤油が有名なんだ千葉県。私でもポン酢派なんだよね。醤油ってポン酢って言ったら、あー、どっち派？お刺身は醤油です。そりゃそうだよね。しかもさ、福岡ってさ、うん、刺身醤油あるやんか。はい、あれがさ、あんまり全国じゃないみたいな。え、そうなんですか。嘘。そう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 、あれあるのが普通じゃん、普通の醤油と刺身醤油、うんうんうん、ないんだって。じゃあどうやって食べてるんでしょうね。普通の醤油で食べてるんだろうね。ね、変な感じだよね。変な感じ。じゃあその人は一回福岡に来て、その人は一回一回福岡に来てほしいです。ぜひぜひ、はい、はい、ということでですね、千葉は知ってますよっていう結論でした。はい。F 窓総集編プレイバック Thursday。 森安まどかです。高島由依です。あなたがお聞きの放送局は FM 福岡。そしてここからの時間は HKT48 渡辺通り1丁目 FM まどか、まどかのまどかな、をお送りしていきます。はい。さあ、とうとうやってきてしまいました。最終日です。最終日ですね。ねえ、もう木曜日。めっちゃ早いんだけど。めっちゃ早いですね。いろいろありましたね。本当にね、今日も可愛いですか、ジーナ。もちろんいい感じ。完璧に。完璧。いつもよりはヘルシーなんですけど。言ってたね。ナチュラルってことで。ナチュラル。ナチュラルメイクなんですけど。健康的。そう。面白い。なんか、ジーナ、この間、ウォーキングに一緒に行ったんですよ。あの、村重と植木と、マネージャーさんと、ジーナと私、5人で、うん、はい。はい。で、自分のこと本当に可愛いかみたいな感じの話題になったんですよ。あ、なりましたね。そう。で、それで、村重とかは、まあ、昔、HKT で一番面白くて可愛い村重ですみたいな感じに言ってたんですけど、まあ、あれぶっちゃけネタだよねみたいな、うん、本当に自分のこと可愛いなんて思える人いないよって言ったんですけど、ジーナ平然と、え、すっぴんでも私可愛いですよみたいな。言いましたっけ。言ってたよ。うそー。なんか村重が本当にすっぴんでも、このそっから自分のこと可愛いと思ってるって言ったら、うん、普通に逆に不思議みたいな感じで。うそー。そ、しかもさ、この間はさ、生まれ変わったらなんか誰になりたいみたいな言ったら、もちろん自分ですって言ってて、本当にすごいと思った。いやでも自分じゃないですかね。そういうさ、そのナルシストっぽい返しみたいなやつさ、考えてるの？いや、あんまり考えてないですけど。じゃあ本当にナチュラルに言ってるんだ。はい。なんかちょっと考えていた時は、やっぱ傷つくことがほとんどなんですけど。傷つくんだ、やっぱり。やっぱなんか、うん、その私のその発言を、うん、真顔で見る人がいるんですよね。これよく思ってない人もいるんだ。うん。だからその人見ると結構傷つくんですけど、うんうん、何も考えてない時は、全然傷つかないです。そうだよね。うん。だって可愛いもんね。うん。うん。本当に可愛い。本当に可愛い。そんなジーナとも今日で最後ということなので、はい、頑張っていきたいと思います、はい。渡辺さんネーム、長崎みかちゃんまんじゅうさんからいただいたメッセージを読みます。うん、初めてメールします。私は今、就職試験真っ最中です。次の試験が受けられるかどうか、合格発表前などで、そわそわしている毎日です、うん。苦しい日々ですが、HKT のみんなのおかげで頑張らんとなぁと、気合が入っています。ありがとう。これからも応援しているので、メンバーの皆さんもファイトです。
あ、アームズマガジン買いました、かっこよすぎます、元気出ました、ということで。就職試験って大変だよね、絶対大変ですよね。私も最近握手会でファンの人が、これから就職の試験だから、もう握手会当分来れないかもっているよね、すごい言われてて、わー大変だなって思ってます。そうだよね、それよりも会いに来てとは言えないですからね。そうですよね、邪魔するわけにはいかないから、ね、頑張ってほしいですね、はい、本当に。アームズマガジン、そう、アームズマガジン、私が、はい、単独で表紙をさせていただいて、サバゲーの専門誌なんですけど、はい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 、はい、さっきディレクターさんから見せてもらった、もらったんですけど、そう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 、すごいですね、あれいい感じになった、すごいいい感じに出来上がっててよかったっちゃう。でも私的には、うん、ポスターの写真と、その中についてる付録のファイルの写真がちょっと逆にしてほしかったなっていう思いは、ファイルの方が良かった、ファイルの方が気に入っちゃった、気に入っちゃって、寝転んでるやつが、ああはい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 、足上げてるやつ、ね、すごい良くて、あ嬉しい、個人的にはあれが一番良かったなと思うんですけど、嬉しいな、嬉しいな、ね、こういう感じでですね、はい、中身気になる方はぜひ、はい、書店へ GO です、はい、ぜひF 窓総集編、 HKT48 渡辺通り1丁目 FM 窓か窓かの窓から、森安窓かと高島由衣がお送りしています。さて木曜日はこちらのコーナー、 F 窓グルメ研究所、イエーイ。このコーナーは皆さんの日常の食卓にまつわる疑問やちょっとした工夫をはじめ、日本全国の食にまつわる風習などを HKT48 メンバーが聞いて、へーというコーナーになっております。へー早速ね読んでいきたいと思います、はい、渡辺さんネーム梅もさんからいただいています。先日友人と食事をしている時に、真夏の暑い日にもかかわらず、なぜかすき焼きの話になりました。その友人は実家暮らしのため、実家ですき焼きは食べるけど、外食ですき焼きはあんまり食べたことないという話をしており、逆に一人暮らしの僕は外食でしかすき焼きを食べる機会がなく、美味しいすき焼き屋さんがあるので今度一緒に食べに行こうという話をしました。そこまでは良かったのです。ただその後にその友人から衝撃的な一言が出たのです。すき焼きってお肉はもちろん美味しいけど、やっぱり締めのお餅がいいよね。お餅だと、締めにお餅、一瞬その友人が何を言っているのか理解できなくなり、締めのお餅の美味しさを流暢に話し出す友人の言葉も右から左へ流れていき、全く入ってきませんでした、あまりに反応のない僕を不思議に思った友人が声をかけてきて、ようやく現実に引き戻されたのですが、僕がすき焼きの締めにお餅なんてありえないという話をすると、今度は友人がショックを受けていました。あら、それからというもの、このすき焼きの締めお餅論争が白熱し、2時間ほど話していたのですが、結局平行線のままでした、そこで皆さんにお聞きしたいのですが、すき焼きの締めにお餅を入れる方はいらっしゃるのでしょうか。もしかしたら地域性みたいなものがあるかもしれませんので、ぜひ聞いてみてください。僕としてはすき焼きの締めに一番メジャーなものはおうどんだと思っています、というメッセージです。はい、どうでしょう、お餅は、お餅聞いたことないな、聞いたことない、入れたことないです、私も入れたことないな、ね、この人と同じで、おうどんはやっぱおうどんだよね、やっぱおうどん最後はおうどんで締めますよ ね、 よね、お餅を入れるっていうのはね、どういう、聞いたことないですけど、でも美味しそうですよね、全然美味しいと思う、全然普通に甘くて美味しそうです、絶対合うよね、絶対合うのは分かります、それは絶対美味しいと思うんですけど、どこの方なんですかね、この友人の方が。確かにそのお家がそうだったのかな、あーなんか出身、その地域がそうだったのかな、地域でも分かんないけどね、違うんでしょうかね、すごいね、でもすごい、すき焼きの締めはやっぱおうどんだよね、おうどんですよね、しゃぶしゃぶの締めは、しゃぶしゃぶもおうどんです、おうどんか、雑炊だな、あ雑炊もいいですね、確かに、あと何があるっけ、もつ鍋、もつ鍋はラーメン入れたりする、もつ鍋、あ、ちゃんぽんとか入れたり、ちゃんぽん、そう、ちゃんぽん麺美味しいよね、めっちゃ美味しいです、わかる、本当でも、確かにすき焼きのお店には一回だけお店に行ったことあるんですけど、やっぱお高いです、そりゃそうだよね、お高くて、お家でいいかなと思いましたそうだよね、すき焼きって言ったらさ、なんかお祝い事があった時の、なんか家庭料理の、豪華飯みたいな、そうそう、豪華な時の、感じですよね、で食べるものっていうすごいイメージがあるんだけど、確かにね、すごいお餅っていうのはなんか聞いたことなかったからすごいね、でも今度一回試してみようかなと思います、
そうだね、うん、なかなかいいかも。締めっていうよりさ、もう普通にその間に入れちゃっていいよね、うん、料理としてね、普通の普通にお豆腐とかそういうお肉とかの間に入れちゃっていいよ、うんうん、間に豆腐と間違えそうですけど。そうですね、知らない間に溶けてそうですけど、うん、溶けてそうですね。でも一回やってみます。はい、ということでぜひね、皆さんのご意見もお待ちしておりますので、はい、ぜひ俺はお餅だよっていう方いらっしゃったら、ぜひメッセージも待ちています。お願いします。 F 窓総集編、森安まどかと高次奈ゆいがお送りしている HKT48 渡辺通り1丁目 FM まどか、まどかのまどから、あっという間にエンディングです。しかももう今日でね、終わっちゃうね、最後ですね。寂しい。やっぱ一番はやっぱりさ、ジナソールでしょ。ジナソールですね。ジナソールシスターズって本当に本当なんか本当面白くない？本当面白い。本当面白いよね。3代目ジナソールシスターズ。そう。どっかでできるかもしれない。やっちゃう、なんか。やっちゃいますか？ね、秋元先生に頼んで。頼んじゃおうか。頼みますか？ジーナがちょっと選抜してということでですね。はい、ここでもう一つ最後にメッセージを紹介したいと思います。はい、渡辺さんネームリタピンさんからいただきました。はい、ありがとうございます。今年の発表会はショパンを弾くつもりだったけど途中で何回も止まったので曲を変更してモーツァルトのソナタを弾くことになるかもしれないです、うん、私のところは発表会は年に 2,3 回あって、お花見、夏休み、クリスマスコンサートに毎年出ています、うん、高校卒業してもピアノ続けたいという気持ちも考えていますというメッセージです。ピアノですね。ピアノやってた？私もやってました、うん、小学2年生から小6までなんですけど。あ、そうなんだ。そう、でも得意な曲はエリーゼのためにです。エリーゼのために、エリーゼのためにが得意な曲です。で、和中さんとかもずっとピアノ弾いてて、ね、もう最近全然本当に弾いてなくて。本当ですか？今年入って、うん、もうまともに1時間とか2時間とか弾いたのは、うん、本当に1日ぐらいだよ。家にさ持ってないし。あ、そうなんですか。そうそう、ピアノの先生のとこ行かなきゃダメだから。でピアノの先生のとこ行くのも結構往復で1時間かかるところだから、だから限られるんだよね。お家で練習できないってことですか？そうだよ。でもそれでてっぺんとかね、結構さすごいよね。過酷だよね。すごいですね。すごい状況だと思うよ、うん、自分でもすごいね、うん、こういう方にも頑張ってほしいですね、うん、やっぱり高校卒業しても続けたいっていうのはすごいいいですよね。やっぱりいいですね。まどかさんもしてる通り、あ、まどかさん卒業してなかった。そうですよ。ごめんなさい、同い年でしょ。同い年です、ごめんなさい。もう年上かと思って。高3だよね。高3ですね、はい、一応ね、お互い JK なので。そう、JK ですね。ラスト JK だよね。そう、どうします、まどかさんは卒業しますけど、ピアノ、ピアノすごい。え、三者面談みたいな。どうします、どうしますか。いや、でも続けていきたいなって思いますけど。でもピアノって、でも私は絶対一生ついてくると思うので、私の人生だったら。わあ、はい、そうですね、名言。はい、頑張っていきたいなと思います、はい、ジーナ今週どうだった、うん、楽しかった？楽しかったですね。楽ジーナだった？はい、すごい楽ジーナで。よかった、ね、本当にいろんな名言出たしね。出ましたね。ジナソールね。ジナソール作れたしね。なかなかの名言で、これからちょっと使っていこうかなと思います。意外にね、運動が得意とか、そう、ダジャレが得意とか、いろんなね、多彩な部分も発見できたんで、はい、よかったんじゃないかなと思います。はい、ぜひまた来てください。本当に来たいです。ぜひとも、ね、はい。あと今回ご飯に行く約束をしたので、そうなんですよ。叶えられたらいいなと思います。はい、F 窓ではあなたからのメッセージや皆さんの日常の食に関する疑問やちょっとした工夫、食の風習などのメッセージをお待ちしています。ぜひメッセージを送ってください。メールアドレスは hkt48@fmfukuoka.jp、 hkt 数字の4と8 @fmfukuoka.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしてます。HKT48 渡辺通り1丁目 FM 窓か窓かの窓から、お相手は森安窓かと週替わりメンバーの高次奈ゆいでした。バイバーイ、バイバーイ、またね、バイバイ。